汝、銀髪の華麗なる踊り子、我が元に引き連れよ。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。シェラザード。シェラザード。あら？ここどこ？大丈夫？少し飲みすぎなんじゃない？ああ、懐かしい夢を見たわ。あの頃は私も若かったわよね。久しぶりにいい感じに酔ったみたいね。でも、あんまり年寄り臭いことを言うものじゃないわ。真是的哟，谢家就去。僕はね、僕は。あら、オリビエさん、もう起きちゃったの？寝覚めに一杯どうぞ。やめて、やめて。あんた、何鬼なことしてんのよ。フォークナー、オリビエにもう一本つけてやって。あいつまたとんずらしたのね。仕方ない、私が取ってくるか。なんかきっつーいやつはないかなと。お、ブランデー発見。ダメよシェラザード、寝覚めなんだから軽い果実酒ぐらいにしておかないと。じゃ両方ね。やめて、信じちゃう。ところでさ、アイナ、あの後何杯飲んだのよ。あの後？ほら、二人で初めて飲んだ時。ったら注ぐ場所を間違ってるわよ。あれれ、あ、本当だ。キュッこれだけ広いと配達も楽じゃないわね。次はゲー、エルベリキュー？あんなとこまで行くの？あ、これだから都会は嫌なのよ。やあ、
さっきの遊撃士さんじゃないか。おかげで助かったよ。ずいぶん力持ちなんだね。どうだい、うちに来ねえか。姉ちゃんなら歓迎するぜ。悪いけど興味ないわ。こっちは急いでんのよ。じゃあね。誰もいないのかしら。建物内に人影はなし。通信機はあるのね。少しお借りしようかしら。うん、疲れた。なんで私がこんな雑用。あら、お客さん、仕事の依頼かしら。ギルドにお仕事を頼みたいのだけれど。あなたは？シェラザード・ハーベイ、ブレイサーよ。まだ準遊撃士だけど、腕は信じてもらって構わないわ。まあ、遊撃士の方だったの？ごめんなさい、とっても若い方だったから。私はアイナというものです。よろしくね、シェラザードさん。ああ、挨拶はいいから、早く依頼内容を教えてちょうだい。今ここには遊撃士が二人しかいないのよ。忙しいんだから手短にお願いするわ。あら、そうだったの。ごめんなさい、私ったらつい。だから手短にお願い。ああ、そうだったわね。実はね、私オートに来るのは初めてなの。だからオート見物の案内をしてくれる人を探していて。オートって広いじゃない。迷子になってしまいそう。でも遊撃士の人ならきっと道にも詳しいはずだと思って。ああ、そういうのやめてほしいんだけど。え？あなた何か勘違いしてるでしょう。遊撃士はボランティアでもなければ都合のいいお友達でもないの。こっちもいろいろ忙しいんだから、
くだらない依頼は出さないで。あの、私はそういうつもりじゃなくて。見物がしたいなら一人で勝手に回りなさいよ。まったく、これだから世間知らずのお嬢様は。私はね、大きな仕事をこなして声優劇師の推薦状を書いてもらわないといけないのよ。次来るときはもうちょっとマシな依頼を持ってきてよね。あの、お忙しいところ。おや、ご依頼の方ですか？申し訳ない、受付は私が兼任しているのですが。あ、いえ。先輩、その人は相手にしなくていいですよ。遊撃士をミラで雇える便利な連中と勘違いしてるのよ。ごめんなさい、失礼しますね。うん、少々お待ちいただけますか？シラザード君。え？なんですか、先輩。彼女の依頼を受けてあげなさい。困っている人を助けるのも遊撃士の仕事だよ。私だって忙しいんですよ。オート見物なんて付き合ってる暇なんて。他の依頼は当分受けなくてもいい。私が処理しておこう。そんな、先輩は受付も兼任だし。君は準遊撃士だろ。今はまだ先輩から学ぶ立場にある。行ってきなさい。この依頼が済んだら推薦状を書いてあげよう。え？声優劇師の推薦状ですか？でもこんな簡単な仕事で。どんな仕事でも手は抜かない。それが君の信念だろ？はい。それではよろしく頼む。あの、ありがとうございました。いや、二人とも気をつけて。はい、お世話になりました。まあ、今の彼女にはいい勉強になるだろう。ああ、なんで私がこんな奴のお守りを。ごめんなさい、やっぱり迷惑だったかしら。よ、もう。この取りすました話し方を聞いてるだけでイライラしてくるわ。で、どこに行きたいの？そうね、念のためエーデル百貨店で買い物をしておこうかしら。念のため？エーデル百貨店は東街区よ。間違えないでね。間違えないわよ。なんかいちいちイラつく。あの、先ほどはありがとうございました。いえ、こちらこそ。席を外していて申し訳ない。
後先になってしまいましたが、私はオート支部を預かるクルツナルダンと申します。ご丁寧にありがとうございます。私はアイナというもので。ああ、もういいって、あんたの自己紹介は長い。それより先輩、地下水路の鍵くださいよ。確か西街区の地下水路に手配魔獣が出てましたよね。サクッとやってきますから。君の受けている仕事は彼女の案内だろう。他の仕事はしなくていいと言ってあるはずだが。それとも民間人を連れたまま手配魔獣を退治するつもりかな。この仕事を終わらせた帰りにちょっと寄ってこうかと。シェラザード君、再三説明しているが、遊撃士はその戦闘能力で評価されるものではない。いくら強くなっても誰かの役に立てなければ意味などない。シェラザード君、重ねて言うが。ああ、はいはい、分かってますって。ただ強くなっても意味がないんでしょとか言っちゃって、自分も凄腕のくせに。え、そうなの？そうよ。この前見かけた時なんて、すれ違いざまの一撃で手配魔獣を葬ってたわ。でもって歩く速度は全く変えないし、あれは間近で見るとビビるわ。ああ、あの時か。シェラザード君、あれはあの後人と会う約束があってね、時間が押していたせいだ。十分な時間があればきちんと兵法にのっとった戦術を展開する。相手が手配魔獣だからといって手抜きしていいという論はないよ。はあ、石頭。
シェラザードさん、こっちは西街区よ。エーデル百貨店は東街区だから逆方向よ。ちょっと間違えただけよ。シェラザードさん、エーデル百貨店はこっちじゃないわよ。東街区だからギルドの前の通りを右に折れないと。この道からでも行けるのよ。あ、でも遠回りになるから。まあですね。マルヒグランセル穴場巡りシリーズも飽きちゃいましたし。はあ。シェラザードさん、どこへ行くの？なんだか戻ってるみたいだけど。ちょっと間違えただけよ。あら、こっちは。シェラザードさん、この先は飛行船の発着場よ。知ってるわよ。バカにしないでよね。
初っ端な百貨店で買い物とはね。さすが金持ちと言うべきか。で、何が買いたいわけ？そうね、やっぱり回復薬は一通り補充しておこうかしら。はあ？あら、この本クルツ先輩が読んでたやつじゃない。へえ、ここで買い物してたのか。うん、結構難しい本も並んでるのね。シェラザードさん、何？あのね、この近くにね、有名なアイスクリーム屋さんがあるのよ。知ってる？知らないわよ。私は甘いものは苦手なの。私、久しぶりに食べたくなっちゃったな。さ、行きましょ。ちょっと。もう買い物は済んだわ。アイスクリーム屋さんに行きましょう。大丈夫、とっても美味しいから。何が大丈夫なのよ。そろそろ正午ね。あと24時間、あまり猶予はないわ。危険だけど。ちょっと、え、さっきから上の空じゃない？何ぼーっとしてんのよ。どうしたの、シェラザードさん。なんだか怖い顔。あなた、何か私に隠してるでしょう。さっきからうさんくさいったらありゃしない。白状しなさいよ。それとも何か後ろめたいことなわけ？あ、実は私、ホテルに忘れ物をしてしまったみたいなの。まったく臭いごまかし方を。あくまで白を切り通そうってわけ。ふん、上等じゃない。一度ホテルに取りに行ってもいいかしら。いいわよ、付き合ってあげるわ。あんたがボロを出すまでね。ありがとう、シェラザードさん。それ南通りを使いましょう。了解よ。一度戻って南通りを使いましょう。ギルドの角から大通りを上がるわけね。ええ、そうよ。
シェラザードさん、こっちじゃないわ。ホテルは北街区よ。少し戻って左に折れましょう。シェラザードさん、どこへ行くの？こっちはオートの外よ。ホテルってここのことでしょ？そうなんだけど、さすがにグランセル城は警戒が厳しいわね。最適な侵入経路は、この先はグランセル城よ。どうする？見学しとく？あ、そうね。そろそろボロを出すわね。聞かせてもらおうかしら。私を散々引っ張り回した理由をね。やってらんねえな。俺は少し外の空気を吸ってくるぜ。よかった！何？何なの？おとなしくしやがれ！戦闘の訓練を受けてるじゃない。まだ気づかれてないみたいね。でもこのままだと時間の問題。何かいい方法は。ちょっとあんた、いい加減説明しなさいよ。この黒服の男は何なのよ。軍に警戒されてもまずいし。聞いてるの？しー、静かに。やはり宿泊客名簿にはないようだな。ちー、箱入りのお嬢様ならてっきりホテルにご宿泊だと思ったんだがな。仕方がない、街の中を探すか。見つけたぞ、こいつだ、捕まえろ。ああ、大声出しちゃダメ。おい、聞こえたか。あっちの方向だ。あ、いたぞ、あれがターゲットだ。あの金髪の女だ、捕まえろ。何何、ちょっと何これ。こら依頼人、いい加減説明しろ。あのシェラザードさん、とにかく逃げて。ああ、待ちなさいよ。
よね。なんとかね。それじゃそろそろ話してもらおうかしら。あの黒い連中は何？どうして追われてるの？あなたの目的は何？またごまかしたらぶつわよ。この鞭で。それは痛そうね。実はね、あの人たち、私を捕まえようとしているみたいなの。それは見ればわかる。私が聞きたいのはあなたの事情よ。どうして追われることになったのか、きちんと話しなさい。そうね。一緒に住んでいた祖父が他界してしまったの。おじいさんが？ええ。祖父は資産家だったから、私にも遺産を残してくれると言っていたんだけど、遺言状には、すべて孫のアイナに譲ると書かれてあったの。それで、その、資産家の遺産。ああ。まあ大体の予想はつくわね。親族だの親戚だのがたかって遺産の分け前をよこせってことでしょ。おじさんはとっても優しい人なんだけど、でも20歳になるまで面倒を見てあげるからって。だから遺産の管理は任せておきなさい。最悪ね。ちょっと目が怖かったから断っちゃったわ。と、隠れて。最近ではあの黒い人たちが雇われているみたい。私が正式に相続しなければ遺言状は無効になるから。多分それで捕まえようとしているのだと思う。あの戦闘能力、ただのチンピラじゃないわ。あんな危険な連中が昼間から王都をうろついてるなんて。軍は一体何をしてるのよ。親戚の中に軍部に通じている人がいるらしいの。私の家、名家だから。ああ、頭痛くなってきた。あんな連中を雇って遺産の奪い合いとは。いかにも金持ちらしい悩みね。別に、あなたが謝ることじゃないけど。まずいことになったわね。正直、もう一度やっても勝てる自信がない。なんとか連中に見つからないように、ギルドに避難しないと。
そういえば、鳩に餌をやるのを忘れていたな。鳩に餌？連中の隠語、もしくは合言葉かしら。だとすると、しまった！おっと、こっちは行き止まりだぜ。手こずらせやがって。ふん、逃げ足だけは褒めてやるがな。捕らえろ！あら、もう終わりなの？おお、なかなかやるじゃねえか。さすがにきついわね。大丈夫？シェラザードさん。おい、いつまで遊んでんだ。おっと、危ねえ危ねえ。くそ、こんな連中に。シェラザードさん、何か手は？え？近くに地下水路の入り口がある。そこを使えば西街区に抜けられるはずよ。分かったわ。それで行きましょう。目をつむっててね。ちょっと。ワン、ツー。おいお前、何を？スリー。ちょっと何これ。発煙筒。目が痛え。それ以前に大の男を殴り飛ばすか？鍵がかかってるわ。どいて。ほら、早く。待てやこれ。
鍵をかけやがった。どけ、俺がやる。もう一個使う？胡椒味もあるけど。胡椒味？それ自作か？ベースは白煙なんだけど、いくつかオリジナルブレンドを考えてみたの。こっちのは笑い竹の粉末が入ってるのよ。本当に効くのかしら。やめなさいって。煙が逆流したらどうすんのよ。チェ、頑丈な扉だ。誰か斧を持ってこい。叩き壊してやる。あの甘い。これで少しは時間が稼げそうね。あのね、そういう危険物を気安く使わないの。いや、っていうか作るなよ。あんたお嬢様なんでしょ。でも役に立ったでしょ。まあ否定はしないけど。まったく、そんな技どこで覚えたのよ。おじいさまは蔵書家でね、家にもおじいさま専用の立派な書尺館があって、役に立つ本をたくさん残してくれたのよ。シェラザードさん、小説とか読む？有名なスパイ小説でね、主人公が発煙筒を作るシーンがあるんだけど。お話で読んだか。こいつやっぱお嬢様だわ。あのね、あんたのためにはっきり言っとくけど、さっきのはまぐれよ。何度も通用する手じゃない。本で読みかじっただけの生半可な知恵や力を振り回すものじゃないわ。今後はこんな軽はずみな行動は取らないでちょうだい。わかった？ええ。じゃ、さっさと行くわよ。そういえばあの頃もこんな場所ばかり逃げ回ってたっけ。あの感覚が戻ってきたか。何か悪いことを言っちゃったかしら。行きましょう。あの連中ならこの程度の扉すぐにこじ開けてしまうわ。ここも魔獣が出るはずよ。私から離れないように。ええ。
知らないわね。あら、もう終わりなの？
ら、もう終わりなの。動かないみたいね。ちょっと黙ってて。破りと似たようなものね。あのさ、あまりこういうのに憧れない方がいいわよ。シェラザードさん、こんな技術。知らない方が幸せなんだから。その町は腐ったドブの匂いがした。スラムの中でも忌み嫌われる場所。流れ着くものは山からあぶれたか、町から締め出されたか、あるいはゴミとして捨てられた子供。吐き溜めが何十年も積もった町で、私は生きるためなら何でもやった。目に留まるものは全てかも。幼い頃から手当たり次第にする癖がついた。それでも食べていくには少し足りない。ここには私のようなものから金銭を巻き上げて生計を立てている男たちがいるからだ。一番確実なのは空き巣、そして金庫破り。スラムから川一つ隔てた高級住宅街は地下水路から侵入できる。空腹を感じては忍び込み、物心つく前に覚えた技を振るった。コツは金庫の中身を洗いざらい持ち出さないこと。持ち主が気づかない程度の少額を何度も何度も。針金一本で10日は暮らせるミラが入った。味を占めては毎日通う。柄にもなく蓄えなどをする。それは結局スラムの男たちに巻き上げられ、私は血を吐くまで蹴られることになる。誰もが生きていくために。誰もがそう言って必死なふりをして、誰もが一番楽な生き方を選んでいる。この無気力な街には汚い人間が湧く。私もそんな連中の一人だったのだ。何度もやめようと思った。やめたいと願っていた。私はこんな生活を続ける自分が嫌いで、それをやめられない自分が嫌いだった。私はあんな生活に戻りたくなくて遊撃士になった。どうしようもなく怖かったのだ。
自分をあの町から救ってくれた一座が亡くなって、私をまともにしてくれた人たちが消えてしまって、またあの生活に戻ってしまうんじゃないか。私は所詮スラム出身者だから、どんなに取り繕っても、どれだけ馴染んだふりをしても、私はいつかきっとあの町に戻ってしまう。だから強く生きなければいけない。職なんて何でもいい、一心に打ち込んで真っ当な生活が送れれば、過去を思い起こすことなく、醜い自分に屈することなく、一人でも強く生きていかなければ、強く強く、誰よりも強く。でもどうだろう、私はしっかりやっているのかな。ルシオラ姉さん、シェラザードさん、どうしたの？寂しい顔。何でもないわよ。この依頼さえ終われば声優劇師の推薦状が揃う。私も声優劇師になれる。もう誰にも文句は言わせない。私は強く生きる。行くわよ。あ、待って、シェラザードさん。この依頼さえ終われば。Hey!
鍵がかかってるわね。わかってるわよ。あんたは黙ってろ。気が散る。あ、はい。ようやく地上ね。もう夕方か。思ったより時間がかかったわ。急がないと。ええ、でもシラザードさん大丈夫？は？だってなんだか顔色が悪いし、少し疲れたんじゃない？休憩しましょうか。いらないわよ。こう見えても相当鍛えてあるんだから。遊撃士の体力をなめないでよね。そうね。ごめんっていうか、こいつ私にぴったりついてきてるけど平気なわけ？そういえばあれだけ逃げ回っても息一つ切れてなかったし、いや途中なんて私を追い抜いていたような。ん？余裕かよ。やっぱり休憩にしましょうか。私お菓子持ってるのよ。いえ結構。今はギルドに避難することが先決よ。いろいろトラブルがあったけど、依頼内容は王都の案内。ギルドまで戻れば依頼は完了。私の勝ちよ。ほらぼやっとしない。少し休んだ方がいいと思うんだけど、本当に大丈夫？しつこいわね。ちくしょう！隠れて。あれは徹夜で絞ったんだぞ、クソだるきが。ノティシアのやつもなんだよ、ちくしょう。情ネタほどホットに捕まえなさいだと。んなことはわかってんだよ。何かしら。意味不明ね。もしかすると何かの隠語なのかも。まさかあれも黒服連中の一味？そうなの？クソったれや！確証はないけど、あの目つきを見なさい。どう見ても仇じゃないわ。なるほど。ここまで来て捕まるわけにはいかない。慎重に、そして確実に。どこか別のルートを。あの家は確か空き家だったはず。こっちをついてきなさい。そんな簡単に裏が取れりゃ誰も苦労しねえんだっつーの。お前らは下を回れ、俺は上を回る。よし。またレイモンドに頼るか。あいつ確か利休詰めになったんだったな。くっそ遠いじゃねえか。イライラする。
先にニコチン補充しねえと。数が減らないわね。ギルドに行かなきゃなんないってのに。仕方がないわ。今夜はここで休みましょう。あの程度なら突破できるわよ。隙を見て走れば。ううん、無理しちゃダメ。休める時に休んでおかないと。もっともらしいことを。いかん、流されるな。ここはいつ踏み込まれるかわからないのよ。やはり無理を押してでもギルドに避難しましょう。ここよりも安全なはずよ。あ、こら、勝手に動くな。休むなら2階よね。万が一踏み込まれても逃げやすいわ。この辺りにしようかしら。ちょっと待ちなさいよ。今あんたのための話をしてんだから。あの黒服の人たちね、真夜中でもきちんと見回りするのよ。だから隙を伺っていても無駄だと思う。せっかくここまで来たんだし、今夜はゆっくり休んで、また明日頑張りましょう。何を頑張るの？え？あなた、まだ何か隠してるでしょう。王とは初めてとか言ってたわね。その割に詳しいじゃない？黒服の動きにも随分と精通してるようだし。本当の目的は何？あの黒服から逃げたいわけじゃなさそうよね。わざわざ王都見物がしたいなんて依頼を出して、一体何を企んでいるのかしら。返答は？依頼は信用が第一。事情を話さない奴の依頼は受けられないわ。本当は遺産の話とか嘘なんじゃないの？逃げ回っていた時から、いえ、ギルドに来た時から何かおかしいと思っていたけど。言えよ。なぜ嘘をついた？遺産相続の話は本当よ。私は、グランセル城に行きたいの。私が遺産の相続人であるのは本当です。でも、正式な手続きがまだ済んでいないの。相続するには、グランセル城の行政区画で書類を提出しないといけないんだけど、あの辺りは黒服の人たちがたくさんいて、警戒が厳しいの。手続きの方法は私の親族もみんな知ってるから、私を近づけないように
してるんだと思う。うん、でも少しずつでも進まないと。まあいいわ、それは信じるとして。どうして今まで私に黙ってたの？それは、私に全てを話したらきっと私も遺産に目がくらむ。正式な手続きを行う前ならいくらでもチャンスはあるものね。隙を見て私が遺産を横取りしてしまうと思った？私がそんなろくでなしに見えた？違います。私はおじいさまが死んでしまってから一人で静かに暮らしていました。でも遺言状が公開されて、たくさんの人が詰めかけてきた。あなたが言ったように遺産に目がくらんだ人。その人たちが私とおじいさまの家に住むようになって、誰かに階段から突き落とされたりとか、食事から変な薬の味がしたりとか、そのいろいろあって、法律上は親族だし、私はまだ未成年だし、初めは話し合いなんかもしたけど、もう家を出るしかなかった。誰にも見つからないように街道を歩いて、地方のあたりをあちこち回っていたの。だけどこのままだと私は行方不明のまま死亡扱い。たとえ私が家に戻っても、どこかに監禁されたまま行方不明と申告されてしまう。そして遺言状は無効になり、遺産は親族で山分け。そんなの悔しかったから。だから私は王都に帰ってきた。私は必ず正式な形で遺産を相続します。そのために信頼できる人に護衛を頼んだの。あなたのこと信用してないわけじゃないわ。ただ王都見物がしたいというのは嘘です。騙していてごめんなさい。どうして初めからそう言わなかったのよ。事情を知ってればこっちだって正式に護衛したし、ギルドの中に隠れていれば一番安全だったのに。やっぱり怖かったのかな。私はあの日見てしまったから。あの日集まったあの人たちの目を。遺言状が読み上げられた時、たくさんの瞳に一斉に波が走ったの。それは狂気だったり
殺意だったり、言葉で形容できないもの、誰も説明できない感情、それはすぐに取り繕われて見えなくなってしまうけれど、くぐもったような眼光は決して消えることはないの。それはきっと人が本来持っているものだから。誰でもきっとどこまでも、そんな人間が私は怖かった。遊撃士の人を信用していなかったわけじゃないの。ただその怖かったのかな。ごめんなさい。やっぱりくだらないわよね、こんな依頼。シェラザードさん、お忙しいのにこんなことに巻き込んじゃって。この依頼はもう、私はどんな仕事でも手を抜かない主義なのよ。見くびらないで。謝らなければいけないのは私の方だ。強く胸を張っていきたい。その気持ちは間違っていなかったし、今までも一生懸命やってきたつもりだけど、それでもどこか違ったようだ。私は改めて感じている。強く胸を張っていきたい。だからこの仕事は最後までやり遂げたいと思う。で、グランセル城のどこだっけ？行政区画よ。期限は今日の正午まで。正午？今日の？もう時間ないじゃん。そういうことは早く言えよ。被相続人の死後一月以内。リベールの法律ではそうなってるらしいのよ。ああ、そうなんだ。私法律とか苦手なのよね。クルツ先輩とか全部暗記してそうだけど。そうね。行くわよ。寄り道してる暇はなさそうだし。アイナ、分かってるわね。さっき打ち合わせた通りにやるのよ。あんな連中絶対突破してやる。シェラザードさん、あなたに依頼して本当によかったわ。あなたは自分の足でしっかりと生きている人だから。そんなんじゃないわよ。それとあんたが発音すると妙に長ったらしいから。そう？
ええ、ひどく時間を無駄にしてる気がするのよ。じゃあシェラザード、改めて依頼します。私をグランセル城まで護衛してください。引き受けましょう。必ずあんたを連れてってあげるわ。よろしくお願いします。どうする？少し休憩しとく？こっちは地下水路ね。鍵は開いてるみたいね。あのね、寄り道してる暇なんてないんだから、グランセル城に急ぐわよ。
あ、こっちは鳩場ね。ええ、ボートでグランセル城に乗り込む案も考えたんだけど。やめといた方がいいわ。警備兵に射殺されても文句言えないし。そうね。来やがったか。今日が最終日だからな。おいおい、猫かよ。いや、ちょっと待て。まだ中に隠れてるのかもしれねえぜ。おい、油断すんなよ。わかってるさ。あ、こいつら！おっせえんだよ！そこ！そこ！あら、もう終わりなの？くそ。アイナ、今のうちよ。ええ。あらてか。そんな。
ようやく現れたようだな。おい、何を手こずっている？クライアントがお待ちだ。さっさと連れてこい。てめえら、なめた真似してくれやがって。ただで済むと思うなよ。まずお前は殺す。そっちのお嬢さんはもう少し生きていてもらう。やはりご自分で遺言状を書いていただいた方が、偽造する手間が省けるのでね。そう簡単に行くかしら。口先も達者なようだな、アイナ。まだ走れるわね。ええ、こいつらは私がまとめて相手してあげる。行きなさい。そんなのダメよ。こんなに大勢相手じゃ、シェラザードが。命乞いは終わったが、あんたにはやることがある。そして私にもね。お互いやるべきことをやりましょう。大丈夫、死にはしないわ。何をごちゃごちゃ言ってやがっ。はっ、重い。や、やろう。行け、アイナ。でも行け。手こずっているようだな、シェラザード君。あ、なんだてめえ。クルツ先輩、どうしてここに？やれやれ、私はオート支部の所属だよ。至極当然のことと思うが。そりゃそうですけど。シェラザード君、やるべきことが見えてきたようだね。しかし、自らの命を軽視するような行為は感心しないよ。はい。遊撃士として間違った判断ではないが、もう少し周囲を顧みてほしいところだ。君は他人の手助けを極端に嫌う傾向があるが、私がいるこの状況で、今君がすべきことは何かな？先輩、ここをお願いします。承知。覚悟。タッ、うん、せい。来たれ雷神、空と海の狭間より。行くわよ、アイナ。あいつら、半分はこの男を片付けろ。残りは、すまんな、クルツ、少し遅れちまったぜ。いえ、こちらもあらかた片付きましたから。やれやれ、相変わらず仕事が早いな。にしても、あの強情娘がついに折れたか。サイス支部にいた頃はまだまだ勢いだけの跳ねっ返りだったのによ。彼女はもともと遊撃士向きですよ。ただ
少し大切なものを見失っていただけのこと。きっかけさえあれば気づくことができる。そして強くもなれるのでしょう。いいね、若いってのは。何をのんきに。てめえら、ぶっ殺せ。おっせえな。あいつら何やってやがる。まあまあ、そう焦らなくてもいい。本来わざわざ捕らえるまでもないのだよ。このまま正午の鐘が鳴ってくれさえすれば。しかしですね、もしこのまま遺言状が無効になれば、遺産は山分けですぜ。俺たちの取り分も減る。それは勘弁でさ。手はいくらでもある。相手は小娘一人だ。そうじゃろ。おじさん、どうして。おや、アイナ、こんなところまで来てしまったのか。外は危ないと言っているのに。一人歩きはいけないよ。おい、おっさん、私がいるのが見えないわけ？アイナは一人じゃないわよ。邪魔だね、君。アイナまで殺す気か。ああ、惜しい。君、射撃は苦手かな？すいません。シェラザード。何、アイナ。もういいわ。時間がないから強行突破しましょう。了解。さあ、お家へ帰ろう、アイナ。みんなが待っているよ。
イラつく親父ね。もう一発殴っとこっか。ううん、ほっときましょう。もうどうでもよくなっちゃったし、もともと悪い人じゃないはずなの。私が遺産を相続してしまえば目を覚ましてくれると思う。そうかしら。ちょっと人が良すぎるんじゃない？こいつアイナを殺そうとしたのよ。ダメな時は私が殴っておくわ。このカバンで。それは痛そうね。お前たち、ここで何をしている？一体何があったんだ？そこのお前、武器を捨てろ。遊撃士協会の者よ。何？遊撃士だと？確かに。だが遊撃士風情がこんなところで何をやっている？陛下がお認めになっているとはいえ、王城の前でこのような騒ぎは。この連中は王都において犯罪行為を重ねている可能性がある。王都の治安と民間人の安全のため、つい今しがた眠らせたところよ。こいつらの身柄の拘束をお願いできるかしら。仕方がない。本来ならお前たちもしょっぴくところだが。おい！はっ！おい遊撃士、今回だけは見逃してやろう。だがこれだけは覚えておけ。王都を守るのは我々王都警備隊だ。今後余計な真似をすれば遊撃士だろうと容赦せんからな。ああ、じゃあさ、まだ町中に残党が残ってるから、そっちの後始末もお願いできる？先輩たちのことだからもう終わってるかもしれないけど。2名続け！はい。はあ、やっぱ軍人は苦手だわ。何？遊撃士の紋章ってなかなか威力があるのね。ちょっとかっこいいな。私もこんな風に使ったのは初めてよ。それよりもう時間がないわ。アイナ、走るわよ。はい。はあ、ようやくたどり着いたわね。ダッシュで私と互角とはなかなかやるじゃない。ほら、さっさと手続き済ませちゃいなさいよ。ここで見ててあげるわ。うん、ちょっと待っててね。よかったね、アイナ。おめでとう。あのシェラザード、立ち会い人が一人必要みたいなんだけど。え？あなたに
頼めるかしら。え？ええ、私でよければ。うん、あなたに頼みたいの。そのくらい。おや、まさかこの私が誰かの立ち会い人になれるとは思ってもみなかった。一人前に遊撃士を名乗れるなんて、こんなに誇らしく荒れるなんて。アイナー・ホールデン、サウル・ジョン・ホールデンの遺言に基づき、その遺産を相続する立ち会い人シェラザード・ハーベイ。ありがとう、シェラザード。終わった。これで依頼完了よね。いいえ、もう一つ仕事が残ってるわ。応募用紙をいただけますか？女王陛下の福祉基金に寄付をしたいのですが。寄付ってちょっともったいないんじゃない？あんた生活費とかもかかるんだからさ。そうね、普通はこんなことしないわよね。でもこれは初めから決めていたことだから。私の欲しかったものはそんなものじゃなかったから。シェラザードも声優劇士昇格おめでとう。私には準遊劇士とどう違うのかわからないんだけど。ま、権限と責任が一緒に増えるってことかしらね。私が欲しかったのも声優劇士のエンブレムじゃないし。あら、そうなの？まあね。安心したよ。遊撃士の心得が分かってきたようだな、シェラザード君。ゲ、クルッツ先輩。あ、いや、このお酒はですね、ほら、なんと言いますか、祝い酒ということで、今晩だけは多めに見よう。ただし、仕事に差し支えない程度にしておきなさい。何ですか？シェラザード君、君ももう声優劇士なのだから、今までのように日中仕事の合間に飲んだり、夜中に抜け出して飲んだり、雨津さえ私が忙しい隙をついて飲んで騒いだりしないように。そんなことをしていたの？まるっきり悪い子じゃない。
言うな言うな。慎みなさい。はい。それと、もう私に継承はいらないよ。同じ声優劇士同士だ。同僚として接してほしい。私もまだ新人の身だからね。そうなんですか？そう見えない。本題に入ろう。アイナ君、君のおじ上のことだが、遊撃士協会の方から原型を嘆願することはできるよ。両兵団の雇用はかなり重い罪となるが、両兵団？あの黒服の人たちがですか？ああ、リベール国内で確認された両兵団の一つだ。最近ではリベールにも大小様々な両兵団が入り込み、その雇用運用が行われている。もちろん違法なのだが、軍部も腰が重いようだな。この機会に一掃しておいたから、当分見かけることはないと思うが。一掃って、そうか、あの時タイミングよく現れたのは偶然じゃなくて、王国中の両兵団を調べた上で一掃作戦を実行していたのか。近頃特に忙しそうにしてると思ったら。入国した両兵団が富裕層をターゲットに契約を結び、民間人を巻き込む。最近各地で頻発しているケースだよ。今回も声をかけたのは両兵団の方からだったようだ。事情は事情だが、君のおじ上も被害者の一人と呼べるかもしれない。え？先輩、それってどういう意味ですか？クルツ先輩、あの親父も被害者の一人だから罪にならないって言うんですか？アイナにそれを認めろって言うんですか？あいつ、アイナを殺そうとしたんですよ！シェラ君、先輩はいらない。それと、声を落としなさい。罪にならないわけではない。アイナ君が望むなら原型を嘆願することも可能だという話だよ。なんだ、びっくりした。答えは急がない。取り調べには一週間ほどかかるそうだからね。君は何か責任を背負っているわけでもないし、深刻に考える必要もない。ただ、許すという選択肢があるということを心の隅に留めておいてくれ。はい。それと、今後は何か困ったことがあったら、迷わず遊撃士協会に相談してほしい。我々は決して万能ではないが、何らかの力になれることと思う。わかりました。ごめんなさい。きちんとお話をしないで。いや、君の置かれていた状況を見れば当然のことだよ。それに、一人前の遊撃士たるもの、大まかな依頼内容くらいは顔を見ればわかるものだ。決して困っている人間を無限に追い返したりはしない。うぐ。
まだまだ修行が足りないってことね。精進怠らぬことだな。では私はこれで失礼する。あ、ちょっと、一杯くらい付き合ってってくださいよ。いや、まだ受付の業務が残っているのでね。シェラ君、くれぐれも飲みすぎないように。ち、真面目人間め。あ、そうだ、アイナってお酒いける？ちょっと付き合ってもらおっかな。いいわよ。本当にいいの？シェラザードにはずいぶんお世話になっちゃったし、少しだけなら。それじゃあ今夜はとことん飲みましょうか。お上品なアイナが酔いつぶれたらどんな顔すんのかな。あー、楽しみ。それじゃ、乾杯。温かい金髪に白い肌、紺の瞳。私はあの向こう側の町で見かけたことがある。着飾った子供たち、祝福された子供たち、幸せな子供たちは天使のように笑うのだ。どうして私はあちら側にいないのだろう。ずっとそんな疑問を抱いて生きてきた。憎しみの混じった羨望を持って、焦がれつつも拒絶するその心を持って、私はその唯一の答えを知っていたはずなのに、生きるためにくだらない防衛線を張ってあれほど自分に絶望していたというのに、ずっとずっと心のどこかで信じ続けていた。いつか心から笑える日が来る。いつかこんな自分でも許される日が来るのだと。翌日、アイナは遊撃士協会を訪れ、叔父の原型の嘆願書を書いたという。彼女に酔いつぶされた私は立ち会うことができなかったけれども、you